こんにちは、オーメンズイレブンです。現在神奈川県の湯河原町にいます。雰囲気の良いおばさん、そばを食べていたら無性に旅に出たくなりました。行くとしてもどこに行こうか。そうだ、修善寺に行ってみたい。思い切って向かってしまおう。修善寺は一度だけ車で通ったことがある。テレビでも何度か見たことがあるが、ゆっくりと観光したことはない。熱海の町を抜け、伊豆半島の中心部へと車を走らせる。この季節は静岡県につい来たくなる。昨日見た河津桜、綺麗だったな。現実から逃げるように、結局今日もまた旅に出てしまった。次の日がきつくなるって分かっていても、こうして車を走らせたいんだ。見慣れない景色に感動しながら、気がつけば修善寺に着いてしまった。残念ながら工事中で景観の良さも半減。日帰りのつもりだったが、宿に泊まりたくなってきた。歩いているほとんどの人が外国人観光客だ。日本人でもめったに来ることがない修善寺を選ぶとはオツである。私は自然と宿予約サイトを開いていた。そして次の瞬間には宿が決まっていた。今夜は修善寺で酒が飲めるのか。どんなお店があるのか楽しみで仕方ない。そろそろチェックインの時間だ。早めに温泉に入ってまた仮眠を取ろう。今回の宿は少し奮発してしまった。一泊一人10,000円。このチャンネルの規約にスレスレの価格だ。では、仮眠を取るか。夜だ。寝起きの温泉は、芯から体を温めてくれる。それと同時に、今夜の居酒屋のことを考えると、さらに体がほてってくる。ここで朗報だ。本日火曜日は
宿近辺ほとんどのお店が定休日だと知らされた。やむを得ずタクシーで修善寺駅へ向かうことにした。修善寺駅近辺には何軒か雰囲気のいいお店が本日営業しているとのことだ。修善寺駅に到着。駅自体は思ったよりもきれいに整備されている。しかし駅の周りはこの通り私の大好物の雰囲気だ。居酒屋に入るか。店に入ってすぐにこれは当たりだと確信した。至福の時間が始まる。お通しから始まり注文する料理すべて手が込んでおり、酒の種類も豊富で薄く作られていることはなく、価格も観光地の割にリーズナブルだ。すべてに関して文句なしだ。過去で一番のお店になったかもしれない。近場にあれば間違いなく通うであろう。定休日のお店ばかりで良かったと思える時間であった。酔いざましに修善寺の街を歩こう。少し休んで温泉に入ろう。今年もあっという間に3月か。もうすぐ平成が終わる。回る回るよ、時代は回る。喜び悲しみ繰り返し、今日は別れた恋人たち。朝だ。完全に飲みすぎた。しじみ汁で再び乾杯。さあ次はどこへ行こうか。